ジェリコ。アンドロイドの特別のためにね、いろいろ動いてるからな。もう奴隷だもんね、このやり方がな。何、意思疎通みたいなのができるのも赤くなったぞ。黙っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。何をする？耳を貸すわけないだろ。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り、自由は手に入らない。どうするつもり？ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階、そこを目指す。ジャックするんだね。テロを起こそうとしてんだよ、ここ。だからピッコロ大魔王がこう、なんていうの、全世界放送したみたいにさ、声明出すんじゃないかな。何が起きても平気なように、細部に至るまで計画を練り上げよう。いや、でもすんなり入れるってわけじゃねえだろ。こんにちは、ご用件は？いや、特に。どうも。人間のマネージャーを錯乱させんのか。ちょっと見てみよう、いろいろ手がかり。スマートウォッチ、子供、エミリー・ウィルソン、あとは駐車バッジ、車で来てんだね。自宅住所、防火設備が評価不十分だって。お、なんだ、エリザベス・ウィルソン。まあ、駐車場が無難じゃない、車。エリザベス・ウィルソンです。駐車場。ウィルソンさんですか。おはようございます。駐車場のマイクです。お車のことでちょっと。どういうこと？何があったの？誰かがぶつけたみたいで来ていただけません。喋ってんじゃん。大丈夫か？ちょっと嘘でしょ。バレちゃう。信じられないもん。今すぐ行くわ。よし、で、よし。パーカーさんと会う約束をしているんですが。ID の提示を。あ、はい、もちろん。お、くれた。助けてくれ。意外とこう考えるとさ、なんか ID を確認しました。従順なアンドロイドがいない。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。どうも。やっぱ不満持ってるアンドロイドが結構多いのかもしれんな。よし、すんなり入ったぞ。これで48階を目指す。エレベーター、これ一緒に乗れねえのか。で、何階に行くの？まあ、これは任せんのか。47階です。男性用トイレからか。どこにあるんだ？今ここだから、バスルーム一番右か。ってことは、これは男性かな。一番奥しか空いてないじゃん。でも小便器がなくない？男性を取りにしては。
があるの。ここで仕掛けてある。何これ。出る。あ、作業員になってんだ。出てきてよ。このまま行けば。お、入ってきた。清掃員だと思って。ワーキングって書いてあるもんね。で、どこ行くんだ次。サーバールーム。さっきさ、サーバールームあってね。これ多目的アンドロイドって、これ違う、これ違うのか。変異させる。協力してほしい。お、なんかもらったぞ。メンテナンスのカート、これか。これで非常階段の扉を開ける。どこだ。あれが非常階段だね。ここをどうやって開けるの。その ID 持ってれば開くのかな。お、勝手にやってくれた。お、来た。ノース。でどこ行くんだ。ノースの後をついてく。あいつらを追い払わないと。人間だ。俺がやる。どうすっかな。なあ、まだポーカーやってる。お、なんかあるぞ。ハッキング。おい、あれ一体どうしたんだ。おいおい、まだ。よし、これで入れるよ。うまい。君はシステムを、窓は俺が。必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。鍵閉めればいいんじゃないか。ロック。よし。で、下ろす。開ける。これあれ、切れるやつじゃない。カッターだよね。ガラスカッター。静かに多分音なしで切れるやつだ。パコンって抜けるやつだね。ここまでやったら後戻りできねえよな。レディーファースト。いやー、高いんじゃない、ここ。俺無理だよ、高くて。ジャンプ。いや、これさ、見えないのかな、その中からな。うわ、すげえ。なにこれ。ちょうど雪降ってるからあんまり目立たなくていいのかもしれないけど。
CM。 いや白いとこ目立つな。さあ着いたぞ。もうちょっと上か、一番上まで。ここから入ってくるの？屋上じゃねえんだ。蹴って開けるしかないだろう。まあこうそうだよね、スタジオにはこんな飛び込まねえか。当然でしょ。さあ合流しよう。仲間が来る。業務用のエレベーターを呼ぶ。どこだ、これか。来た。これ爆弾かな。みんないいな。放送局を目指す。ここっぽいんだよね。オフィスの廊下。いやーこっから正念場じゃん。ここから先はなんかありそうだぞ。近い。見張りいるだろ絶対。いるよ。ガードを気絶させる。みんないいか、殺しだけは避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わない。マーカス、どうする？いや、印象悪くなるから殺しはダメでしょう。待ってろ。あいつ何してんだ？さあな。おいお前、迷子にでもなったのか？ここで何してる？どうせ故障してんじゃねえのか？おい！おい、何してる？気絶させる。でもカメラ映っちゃってんじゃん。放送局を目指す。いやもうまっちりこの防犯カメラに映ってんじゃねえか。これブロードキャスト生放送。どうすんのよ。ここか、奇襲する。いやーここからちょっと緊張すんね。やばいぞ、あいつ捕まる捕まる。やめろ、通報されるのよ。撃って。ダメだ、撃って。ダメ、うん、殺しちゃダメだ。多分早くやって帰ろう。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。ジョッシュの前こうか。早い早い、手際がいいんじゃない今。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まるの、うん、そうだね、攻撃的なのはやめる。マーカス、顔を。うわすげえ、こんなことできんだ。これでは誰だかわかんない。いいか、始めるぞ。ちょ緊張します。始めよう。とにかく人権だよね、多分アンドロイド権っていうのか。落ち着いて。あ
なた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない奴隷にです。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。私たちは機械ではない、新たな知性ある種族なのだと。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいんです。そうだよね、やっぱ権利だよな。奴隷制の廃止、平等の権利。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。奴隷制の廃止、私たちはここに奴隷制の廃止を要求します。と公平の裁き。ここにアンドロイドに対する犯罪が人間への犯罪と同等に罰せられるよう求めます。あとは隔離の廃止だね。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。あとは生産、領土、いや生産設備だな。種の存続のためアンドロイド生産設備の所有権を譲渡するよう要求します。あとは希望のメッセージ。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた、そして今自由を与える時が来たのです。仲良くやってこい。お、来たぞ。行こう。さあ、避けるぞ。避けろ避けろ。出口。うわ、マジか。サイモン、兵器か。サイモン、俺はもう無理だ、置いていってくれ。いやいやいや、サイモン、いや行くぞ。何して、急いで。急げ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 、レンダ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 、助けろ。よしよし、鍵閉まんのかこれ。よし、足が動かないんだ。もうじゃあ連れてくしかねえ。大丈夫、みんなで帰ろう。奴らが来る、もう行かないと。見捨てるわけにはいかん。え、サイモン飲んで。あれじゃサイモンは止めない。もし捕まれば奴らは必ずメモリーを調べ、ね、置いてはいけない、撃つしかないわ。仲間だぞ、殺すなんてできない。あなたが決めて。マジか。いや、選べない。仲間は殺せない、うん、サイ、もう行くよ。すまない、行こう。行け行け。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を訴えたもの。計画は密かに実行され、犠牲者は報告されていません。事件はこのスタジオのわずか2メーター先で起こりましたが、スタッフに危険が及ぶことはありませんでした。このメッセージが実際にアンドロイドの声明だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。平和的とも取れる声明ではありますが、背筋の凍るような要求であることに変わりはありません。特にアンドロイド生産工場を彼らの支配下に置くというこの法外な要求にショックを隠せません。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお皆さんは機械を信用できますか。